こんにちは、ゆうです。お久しぶりです。はい、パズドラのお時間です。イエーイ。今日やっていくのはですね、サムネとタイトル見てもらったらわかると思いますけども、これ一回言ってみたかったんですけど、はい、ちょっと YouTuber っぽいでしょうジョジョコラボ弾いていきたいと思います。初日ね、一応動画撮ったんですよ。ごめんなさいね、ちょっとスタンドの位置が、 iPhone スタンドの位置が、動画撮ったんですけど、ほんまに最近ね、もうやること多くてバタバタしてて、しかも体調疲労で、体調不良になって、でもうめちゃくちゃ弱ってて、もうこう僕全然思んないやんと思って、ちょっとボツにしました。長老を引いてきたんですけどね、無課金闇属性縛り。はい、今日やっていきたいのはですね、無課金闇引き属性縛りの縛り丸です。でね、もうパズドラもログインできてなくてね、本当にもうそれぐらいもう目まぐるしい日々が続いてました。はい、ちょっとラインナップ見ていきましょうか。もう狙いとしてはですね、もうジョナサン・ジョースター、このアカウント無課金非属性縛りなんで、あとキラヨシカゲですね。もうジョジョね、大好きすぎてね、僕アニメは見てないんですけど、漫画も何周したか、僕6部7部まで追っかけてたんですけど、もう何周したか、もう単行本もほんまに大好きな作品で、コラボ来た時めちゃくちゃ嬉しくて、いやー、もうそれがね、もうね、もう早く聞きたいなと思って、でも動画でね、弾かんとね、こんな活動してる以上と思って置いておりました。はい、やっと弾けます。水曜日です、コラボ開始が月曜日です。やっと弾けますでね、ダンジョンもクリアしてきてね、はい、石も10個あるということで、とりあえず開催記念ジョジョの奇妙な冒険コラボガチャ引いていきたいと思います。ドドドドドっていいっすよね、もうこれ。いやー、金か。おー、あの千葉さんの声の方ですよね。あ、ザハンドや、ザハンド、虹村奥安が、ね、もうね、これもういいキャラしてるんですよ。でね、この4部のキャラなんですけど、最後にね、まさかっていう感じで出てきて、いやー、いいっすね。で、解析で、これも解析でですね、5万いいね。これもね、ね、なんかいいね稼ぎとかちょっとあんま好きじゃないんで、ちょっとこのやり方あんま好きじゃないんですけど、まあ、ガチャがもらえるなら何でもいいということで、スピードワゴンやん、スピードワゴン、スピードワゴン財産っていうね、財団かっていうね、もうすごくね、もう後々語り継がれることになる大きな組織の、まあ、始祖の方っていうかね、もうきっかけを作られた方です。もう大好きです。で、6星6は後で引こうか。クリア報酬開催記念ジョジョコラボガチャ。これは、普通のダンジョンのですね。はい。はい。今んとこダイヤ0やけど。はい。まあ、そらね、無料やからね。ウェザーリポートもね、ほんまに、まさかっていうね、感じでね、味方サイドやったのに、もう実はもう、ぶっ飛んだキャラやったっていうね、もう、ほんまにいいキャラなんですよ。あ、ボイス聞いてなかった。ボイス聞いてなかった。ほんと、ボイス聞いてなかった。よし。じゃあ、先にね、まあ、星6以上、いいねの方から引きましょうか。10万いいね達成。これでね、キラか、ジョナサン。はい。非属性なんでね、ジョナサン強いということでね、はい。あー、止まらんか。おー、ちょっと待って、同情キャラが多すぎて名前忘れた。あ、広瀬光一くんや。広瀬光一くんのね、この、アクト、エコーズ、アクト1が、アクト3まであるんですけど、確か、アクト4やったっけ。もう大好きなキャラです。信じて！最初はね、下手でやったんですけどね、だんだんね、もうに、東方丈介と関わっていく中で戦っていくっていうね。よし、これがクリア報酬。報酬6以上確定ガチャでございます。せめてキラヨシカゲが欲しいね。はい。おー、カーズもね、最後にね、もうね、もう、いいキャラしてるんですよ。最後にね、ジョナサンと、ジョセフと、まあ、もうネタバレになっちゃうんですけど、お母さんとで、まあ、倒すっていうね。一切屈倒のモード。
あのボツにしたんですけど、あのちょうどでもね実はねカーズが出たんですよ。はい。よし、じゃあ最後にねクリア報酬じゃなくてユーザー情報鬼歴お見せしましょうか。無料配布カップ10個です。まあね、この10個しかないんですけど、でもほんとパズドラログインしてなかったんで、もうそんな時間もないほど、まあ、結構バタバタしてて最近で、まあ、1月1日にね、あの100個来るっていうことでね、はい、まあそっからが本番ですよね。言ったらでもね、弾きたかったんで、ね、どうしても動画にしました。で1回だけね石使って弾いていきたいと思います。ドド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 が見て、はい、火属性のキャラはね、あの2体しかいないということでね、このアカウント対象悪いんですけどね。でもね、ジョジョのキャラがね、もういるだけでもう嬉しいっすよね。ほんまそんな、そんぐらい好きで、ジョジョがほんまに。ね、大学時代、あの、喫煙所で、あの、ジョジョ友達がいるぐらい、タバコ吸いながらジョジョのこと語るっていうもう友達がいたぐらい、本当にジョジョが好きで、僕。いやーね、これちょっと交換所見てみましょうか。はい、ジョナサンは全然交換できないですね。もうかすってもいないですね。空城ジョータロー交換できるんですけど、まあね、ちょっと非属性優先ということで、僕このアカウントが特殊なアカウントなんで、非属性で縛ってるんで、まあね、全然交換できる方は交換できる、していただいたらいいと思います。でもね、ほんとこれだけ言いたいんですけどね、ジョジョがね、もうね、コラボ、僕ね、本パ、パズドラのね、アンケート来るたびに、コラボ欄に、何とコラボしてほしいですかってあって、毎回ジョジョって書いてたんですよ。ジョジョとコードギアス。それをね、いざ実装されたなとね、なんか、交換所ランキングみたいなのとかね、もうジョジョがね、格付けされてるのがね、もうちょっとね、もう複雑な気持ちでね、もうね、本当に、好きすぎるがゆえになんか、このキャラの方が、強いみたいな感じになってしまってるのが心苦しいな。皆さんもね、この動画見てくださって、皆さんはよかったらもう性能だけじゃなくて、もうね、そのジョジョをぜひ読んだり、今もアニメもあります、見て、このキャラを好きになって、このキャラを使いたいってなってガチャ引いていただければ、本当にね、僕もジョジョ大好きな、もう僕としては嬉しいです。はい。何を語ってるんや。もうほんま語りたかったんで、はい。本当はね、無視ガンガン弾きながら弾きたいんですけど、まあまあまあ、そんな意思もなかったんで、はい。弾き語らせていただきました。それでは皆さん、この動画がもしよかったよという方、いらっしゃいましたら、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、まあ本当に魔法石100個来たら、本番なんで、そっからが、はい。僕の、あとね、ちょっと芝居のまだね、ちょっとね、年内にね、あともう4日ぐらいしかないんですけど、年内にランク戦来たいなと思って、ちょっとランク上げ雑談配信みたいなのとかもやりたいなとか思ってるんですけど、はい。よかったらね、もしやったら多分夜とかになっちゃうと思うんで、もしお時間ございましたら、マルチとかではないんですが、お越しくださると幸いでございます。はい。それではね、本当にもうこんなにジョジョの話し方ってすいませんでした。それでは皆さん、バイバイ。